い、現在の結果です。試合内容を振り返っていかがでしょうか。はい、勝ち点3が絶対必要だったんで、それを取るために今日は選手がすごい集中してくれて、多分自分が考えるには今年一番、集中したゲームだったかなと、はい、よく言えばまだ点は欲しかったんですけど、すごい集中して、はい、勝ち点3をきちんと取ってくれた、はい、すごい良かったと思います、はい、そして相手を2点に抑えたという点でも本当に素晴らしかったと思います。そうですね、自分の中では常にゼロで終わりたいっていうのがあるんですけど、サッカーはやっぱりお互いに点を取り合うゲームなんで、だけど常にゼロで終わりたいっていう、そのために練習してます、はい、さあそして残り2試合まだまだ厳しいゲームが続きますが、はい、季節へ向けての意気込みをお願いします。そうですね、自分たちはもうこの残り2つ、きちんと勝ち点3を取って全国社会人に臨むと、それだけなんで、2試合じゃなくてもう次の、土曜日にある試合を、きちっとみんなで今日みたいに集中して、必ず勝ちたいと思います、はい、それでは最後に日本さんにメッセージをお願いします。はい、台風がね、なんかこれから来るのかちょっと分からないですけど、非常に天気それから暑かったりとか雨降ったりとか、不安定な中でも今日は試合を見てくれて応援してくれて、すごい僕らも力入ったし、次もまたそういうゲームをしたいと思うんで、また応援してください。よろしくお願いします。はい、岸野康之さんでした。ありがとうございました。はい、それでは藤田選手が集まりましたので皆さんぜひ拍手でお迎えください。改めまして背番号13藤田選手です。本日前半 PK での先制点、そして後半ダメ押しの2点で2得点などされるとなりました。ご自身のトレーニングはいかがでしょうか。そうですね、大事な先制点取れたことと、後半なかなかチャンスというか点取れなかったので、その中で1点取れてよかったと思います。いや、もうたくさん大事な試合落としてきてるんで、もう後がないんで、1試合1試合もう勝ち目指してやるだけかなと、はい、思います。次節のホームゲームに向けて、意気込みをお願いします。次の試合までしっかりチーム全員でいい準備して次の試合も勝てるように頑張りたいと思います。それでは最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。次も、スタジアムに足を運んでいただいて、僕たちを後押ししてください。お願いします。ありがとうございました。藤田慎吾選手でした。はい、それでは皆さん拍手でお迎えください。77ジョン・ガブリエル選手です。まずは勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。谷原さん、レンタル移籍後まもなくのホームでの初ゴールとなりました。ゴールのリングシュート見事でした。ご自身のプレー振り返っていかがでしょうか。はい、今日は初めてゴール決めて、皆さんありがとうございます。よろしく。素晴らしいシュートでした。そしてチームにゴールしてまだ間もないと思うんですが、チームの雰囲気はいかがですか。それでは次節への意気込みもお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでサポーターの皆さんに最後に熱いメッセージお願いします。皆さんいつも一緒にありがとうございます。今日ね、もう試合の前から、そして試合の最中もずっと
たいと思います。キングオーズの船さんです。いやー、すごいすごい。あ、では改めてマイクを渡しますね。今日は本当に皆様熱い声援ありがとうございました。本当に藤田選手にジョン・ガブリエルが移籍後初ゴールからの2ゴールってことで本当に嬉しい一日になりました。本当に皆様今日はありがとうございました。勝利の女神ならぬ勝利のロックバンドというかね、持ってる熱い思いがサポーターの皆さん、そして選手の皆さんの背中を押したのではないかと思います。本当に改めてありがとうございました。キングオズに大きな拍手を。おい、まさにその勝利の女神だと俺らは思うから、これからもこのスタジアムにたくさん呼んでくれ。おい、栃木スキが勝つように俺らはしっかり栃木スキを応援してやってくれて、みんなも今年の昇格に向かっておい、やるぞ。おい、勝利アピールだよ。加わってまさに栃木市にもビッグマンを止めて、おい、若林さんの始まりよ、おい、森島、そしてジョン・ガブリエル、福田、これはもう今年はもう J7 に間違いなくいけるんで、みんなで応援するぞい。それじゃあよ、ジョン・ガブリエルのオブリガードだ、オブリガード、おい、ジョン・ガブリエルオブリガード、ウェルカムトゥー栃木シティ。皆様今日も本当にありがとうございました。またこのスタジアムに来てみんなに熱い声援を送ってくれ。よろしく。 We are King of 栃木シティに盛大な拍手を。まずは来週、すぐ来週でございます。9月14日土曜日は関東サッカーリーグ一部東部第8節東京23市区の開催となります。場所は栃木総合運動公園陸上競技場で13時キックオフになります。そして今シーズン最後のホームゲームとなりますので、ぜひ皆さん応援してください。そして9月22日は関東サッカーリーグ一部東部第9節モンテリカライ市企業の開催を千葉県木更津のデスレオリフリースタジアムで終了キックオフでございます。アウェイとなりますが今シーズン最終戦となりますので、ぜひ皆様現地での熱い応援をよろしくお願いいたします。というわけで本日は誠にありがとうございました。皆さん気をつけて帰ってください。次節も台風の雇用とぜひ一緒に